そして延長11回、マウンドは8人目のシコースキー、4番小久保。西武、4時間40分の戦いはサヨナラ負けです。11回、8番手シコースキーがランナー1人を背負い、小久保サヨナラツーランを許した西武、4時間40分を超える接戦の末敗れました。はい、一方西武は同点のまま進んだ延長11回、抑えのシコースキーを投入。ツーアウトから4番小久保、逆転優勝への望みをつなぐ4番の一振り。サヨナラ負けの西武、優勝マジックは4のままです。同一カード3連勝を狙うソフトバンク、4回小久保の第2打席。去年9月以来のホームランは史上16人目の通算400号。プロ18年目の39歳、数々の怪我を乗り越えての記録達成です。今シーズンの第1号は過去15人しか成し得なかった通算400号のメモリアルアーチ。プロ18年目、本拠地ヤフードームで到達した偉業にスタンドからも大声援が送られます。まあ、打ったあのイニングに関してはね、アウトカウントも忘れてたぐらい、ちょっとテンションが上がってましたね。非常に嬉しい、今までのホームランの中でもね、非常に記憶に残る一本になりました。ずっと積み重ねてきたね、左中間 のしかもヤフードームでね、打ててよかったですね。リードを守りたい牧田はその裏、ワンアウトで5番小久保。昨日400号ホームランを放ったベテランの一振りで同点とされてしまいます。ソフトバンクは6回、前日通算400号を放ったキャプテン小久保の一発。それでもその裏、5番小久保。昨日、節目の400号を放った主砲が2試合連続の一発。すぐさま試合を振り出しに戻します。岩崎が4年目にして念願のプロ初勝利を挙げました。この3年間本当勝てなかったので本当に嬉しかったです。同点アーチを放ったソフトバンク小久保選手、報道陣に対し岩崎の記事は派手に頼むと自主トレを共にするマナ弟子を思いやりました。プロ通算400号ホームランにあと1本と迫った福岡ソフトバンクホークス小久保弘樹選手。まあ、単なる通過点とはもう言えない数字ですよね。ここまで来たら、まあ、昨年本当は達成したかったんですよね。プロ野球史上16位、現役では阪神金本に次ぐ2位の399本のホームランを放っている小久保が、その399本のホームランを自打自賛。まずは第3位と行きたいところですが、399本もホームランを打っているとそこから3本に絞り切るのがかなり難しい様子。そこで小久保選手からこんな要望が。まあ、ランニング満塁ホームラン珍しいんで、ちょっと V 入れとってください。はい。まあ、初ホームランは4位あたりで、ランニング満塁ホームランは5位あたりで。というわけで自画自賛ではありますが、今回は特別に第5位から。第5位はプロ野球史上7人目という珍しい記録、満塁ランニングホームラン。そして第4位は22歳ルーキーの時に放ったプロ第1号ホームラン。改めて第3位は、福岡のファンの前で打てた、第1号が出たっていうことでね、ただいまというような感じのホームランだったんで、だから非常にまあ印象深いホームランの1本ですね。第3位はジャイアンツから古巣
小久保。それは開幕4試合目に飛び出した。左ピッチャーのスライダーだったんですけど、非常に手応えのあるバッティングだったんで、まあ打った瞬間にホームランになったって確信しましたね。ホークスのユニフォームを着て5年ぶりに放ったホームラン。まだ4回と回は浅かったが、嬉しさのあまり小久保は、あんまり途中でゲーム決まらない時以外はあんまり笑顔を見せないんですけど、まあ、確かあの日の試合のあのホームランに関してはちょっと歯が見えたかなという気がしますね。はい、ホークスのユニフォームを着てここで優勝するために、まあ、頑張りますよというね、まあ、スタートになった1号ですね。続いて第2位。東京ドームでジャイアンツファンの前でと、今年からよろしくお願いしますというね、まあ、そういうホームランだったんで、これはやっぱり第2位に来ますかね、やっぱりね、第2位は2004年巨人移籍第1号となったホームラン。前の年の2003年3月6日のオープン戦、ホーム突入の際右膝に大怪我をした小久保。正直、まあもう一度そのプレイヤーとしてねグラウンドに立てるのかっていう不安のもとずっとリハビリしてましたし、結局その年は一度も試合に出ることはなくリハビリの毎日。そしてその年のオフ、突然ジャイアンツへのトレード。レギュラーも保証されていない中、小久保は初めて襲う不安と戦っていた。ジャイアンツファンは僕のことなんかね、ああ大谷にああいう選手がおったなぐらいしか知らないわけですからね、またどっかの九州の田舎から4番取ってきたなみたいな、しかも去年1年間野球してないやろと、多分僕がファンならそういう目で見るんで。そんな中、キャンプオープン戦でレギュラーを勝ち取った小久保。開幕2戦目、元ホークスの4番としての意地の一振りから放たれた打球はジャイアンツファンの待つライトスタンドに突き刺さった。東京ドームのファンの皆さんにジャイアンツの一員としてね、優勝を目指すその選手の一員として認知してもらえるスタートなんで、まあ、覚えられたかと思いますね。ところで、公式戦の399本以外に小久保にとってどうしても忘れられない一本のホームランがあるという。それはあの怪我からちょうど1年後のオープン戦。2003年3月6日に膝の怪我したでしょ。で、2004年3月6日に、ジャイアンツのユニフォームを着て一番可愛がってる斉藤和美から、福岡ヤフードームでホームラン打ったんですよ。だからもうあれ一本はリハビリ頑張った神様のご褒美としか思えなかったんで。そのホームランがこの一本、国語にとっては様々な偶然が重なり合い生まれた運命的なホームラン。これはもうあのスペシャル枠で、あの僕の中では比較にならないです。神様からのご褒美ホームランです。いよいよ第1位。第1位はね、ズバリ399号ですね。第1位は去年ライオンズとの優勝争いの中で放ったサヨナラホームラン。この試合前の時点でライオンズのマジックは4、残りは6試合。小久保自身も優勝は諦めかけていた。ありえないだろうという感じだったんですけど、まあ、地元での優勝胴上げだけは阻止したいという、ね、思いが強かったですね。ライオンズ3連戦の初戦、土壇場9回に追いつかれ延長へと突入する。11回裏、ツーアウト1塁の場面で打席に立った小久保。4球目のまっすぐを小久保は強振した。パッと走って見えたんですよね。まっすぐがもう真ん中に来たんで振り向きましたけど、あんな行った瞬間に両手上げてたんですけど、あれで入ってなかったらかっこ悪かったんですけど、もう一番印象に残ってるし、興奮したし、嬉しかったし、もうやっぱりベスト1位ですね、やっぱりこれはね。小久保のホームランで勢いづいたホークスはライオンズを3立て、0.5 ゲーム差に詰め寄ると、その後ライオンズは失速。そしてホークスが九州に残る大逆転優勝を成し遂げるというミラクルを演じたのだ。この試合、ホークスの
先発は斉藤和巳。今は敵味方に分かれた師匠小久保との対決。奮起を促す強烈な一発。そんな小久保の復帰をかつてのチームメイト誰もが祝福した。今日はまあ本当野球人生の中でもね、特別な忘れられない一日になると思います。はい。